はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、風営法専門もいます行政書士というお仕事というタイトルで、東洋経済オンラインにですね、行政書士の仕事というのは、多岐にわたりますという、ね、趣旨の記事が載っていましたので、これをベースにですね、行政書士のお仕事についてね、ちょっとお話をしていこうと思うんですけれども、行政書士の仕事っていうのはですね、他の事業のはるか何十倍何百倍とですね、範囲が広いと言われています。で、司法書士とかって言えばですね、主にメインは登記業務になってくるんですけれども、登記の種類ってどれくらいあるんですかっていうと、さほどないんですよ。もう数えられる程度なんですけれども、行政書士の許認可に関してはですね、なんと1万種類以上あると言われています。で、今日はですね、その1万種以上の中から、許認可の種類、連合会のホームページにですね、載っていたものをちょっとご紹介していくんですけれども、1万種類もあるわけですから、ここに書いてあるのはほんのほんのほんの一部ということになってきます。で、じゃあどういうですね、許認可申請業務があるのかっていうと、ちょっと主に大きく分けていきますと、まず運送業ですね。これ運送業と一つ言ってもですね、バス、タクシー、トラックということで、トラックだけではない、それから、旅客、貨物、特殊運送、代行、運転代行ですね、これ、なんかがあるということですね。それから建設業、これ結構ね、行政書士の業務のイメージが強いんですけれども、建設業というのは営む時も許可が必要ですし、その後もですね、決算変更であったり専任技術者変更ということで、結構マニアックな変更申請なんかも必要になる。それから毎年申請していくものもあるということですね。あと産廃業、産業廃棄物ですね。それから飲食業ですね。防火対策であったり、あと風俗運営ですね。風俗っていうのは、これ特に性的というわけではなく、夜のお店ということで、全般でですね、言えることで、必要な許認可ということですね。そして最後、宅建業、これも紹介されていて、免許申請だったり更新で、必要になるということで、ざっとですね、メイン業務って言ってもほんの一部で、まだまだたくさんですね、許認可申請っていうのがやっぱりあるわけです。で、この中にはですね、毎年毎年業務が発生するものがあって、意外とですね、司法書士は登記業務単発と言われている中で、行政書士に関しては建設業専門とかでやられている先生はですね、毎年毎年手続きが当然ですね、顧客としてついたらあるということなので、結構経営が安定するというふうに言われています。で、これだけじゃなくてですね、私の知人でもいますけれども、金融関係に強い行政書士さんなんかは相当ですね、専門性も高くてフィーも高いというふうに言われていて、例えば金融の免許ですね、二種免許とか、こういったものを取っていくってことになった時にはですね、もう本当に専門性の高い行政書士の先生しかできないわけですから、本当に弁護士さんや、会計士さん、司法書士さんよりもですね、はるかフィーが高く取れるということで、可能性めちゃくちゃあるわけです。で、最近なんか時代の流れに、合わせてドローンなんかがね、流行って、で、ドローンの許認、申請ですね、飛行許可とか、こういったのに、手を伸ばしている行政書士先生もいますし、あとマイナンバーね、マイナポイントとか付与されるとかね、保険証とね、一緒になるとかっていう話が広がれば、マイナンバーカード代行しますとか、本当に何でもですね、時代時代ごとに業務が生まれてくる仕事ってことで、珍しいですし、可能性すごく高いなというふうにね、思いました。やっぱりですね、司法書士なんかは、登記といっても商業登記、不動産登記があって、これ両方できるのが当たり前なんですよ。でも行政書士先生って許認可全部できるのが当たり前かって言ったら、それは絶対いなくて、もう全部できたらすごいですけど、そんなこと絶対そんな人いなくて、もう建設業専門ですとか、やっぱ専門分野をですね、2、3持ってやっぱ挑むって方の方が多いので、大いにですね、自分の好きなこと仕事にできるなというところがすごく魅力なんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで行政書士というお仕事ですね、やっぱり専門特化型業務ということでね、他とはまた違う特性があって、なかなか面白いということと、今日は東洋経済オンラインさんにご紹介されていたので、こちらでね、簡単にご紹介させていただきました。ということで、行政書士のお仕事でした。今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。